新潟大学は、今年2月に行われた入学試験で、本来合格とすべき受験生一人を誤って不合格にするミスがあったと発表しました。ヒューマンエラーが原因だと説明しています。まずは受験生の皆皆様、それから関係者の皆様にご心配、ご迷惑をおかけしましたことを心からお詫び申し上げます。 今年2月に行われた新潟大学の入学試験。新潟大学によると、この試験の成績の情報開示を行った受験生から、共通テストの得点が成績に反映されていないのではないかとの指摘が先月寄せられたということです。大学が確認したところ、共通テストの数学で簿記会計または 情報関係基礎の科目を選択した受験生2人について、その得点が含まれずに合否の判断が出ていたことが分かりました。改めて合否判定を行ったところ、2人のうち1人が合格となりました。原因について、大学は職員が合否判定資料の作成で使うソフトウェアの操作を誤り、他の職員もミスを見落としていたと言い,います。エラーがあの。